なくなっちゃうんですか。そうです、11月18日で閉店します。残念ながらあと1週間後、あと1週間もない、6、6日です。寂しいです。え、なんでなくなっちゃうんですか。やっぱりなんかインバウンドの方が減ったっていうのはフランキーにとっては大きかったですね。あ、コロナの影響でね。そうですね。何年間ここでやってたんですか。5年です。あ、まあ、約5年です。あ、本当にお疲れ様でした。たくさん Vlog にも出てくれてありがとうございました。はい、楽しかったです。もうこの絵が撮れないと思うと寂しいですけど。泣いちゃうんでやめてください、そういうこと言うと。あと1週間じゃ来ますね。ぜひ皆さん来てください。ありがとうございました。ということなので最後にフランキーのコーヒー飲みに来てください。はい、ごちそうさまでした。じゃあ残り1週間、はい、また来ますね。今からオーディションです。ちょっと時間ギリギリ。今オーディション終わりました。自信の方は今回正直ないですけれども、いい結果を待ちたいと思います。ということで今ちょうどランチ時なので、ここはね神谷町ってとこなんだけど、この辺りで飯食ってから次の予定に行こうと思います。すごい読みにくい。煮込みで、はい、コロッケか唐揚げはどちらにしますか。コロッケで。コロッケで。はい、少々お待ちください。はい、吸っちゃっていいの。ごちそうさまでした。すごい賑わってましたね。昔ながらの美味しいハンバーグを作る店っていう感じでした。多分人によっては厨房とかがすげえ年季が入ってて苦手な人は苦手かもしれない。そんな、まあ、ちょっと前にトンネルズのやつやってたけど、北ナシュラン的な要素のある渋い店でしたね。美味しかったです。虎ノ門ヒルズにちょっと行ってみたかったコーヒー屋があるので、食後のコーヒーしに行きます。オーツの、ホットラテで、はい、はい、お願いします。はい、以上で630円ですね。あ、じゃあペイペイで。はい、虎ノ門から外苑前に移動してきました。今からちょっと原宿の方に行ってですね、イベントがあるんですけど、何のイベントかっていうと、グルテンフリーのパスタが、タイのやつなんだけど、それが日本に上陸したらしくて、そのイベントにちょっと行ってきます。最近グルテンフリーをちょっとやってて、まあとはいえすごい厳しくじゃなくて、自分で選ばなかったりとか、まあ本当気をつけるときは、まあ、食べなくていいときは食べないぐらい の, 軽いやつでやってるんですけど、でそれを始めてからね、確かにこの体質にこう変化があって、体が軽いっていうか、なんかねいい感じなんですよ。でそこからちょっといろいろグルテンフリーに興味が湧き出してですね、で最近知り合ったメイクさんが、そのグルテンフリーとかオーガニックとかにものすごく精通してる方がいらっしゃって、でその方に今日のこのイベントをさ誘っていただいたんですけれども、グルテンフリーのパスタって僕今まで例えばスーパーとかで買ってみたことはあったんだけど、ものすごくこう、まあ、美味しくなくて、なんかそれはトウモロコシ粉で作ってるやつが多いらしいんだけど、で今から行くイベントのやつはそのお米とチアシードでできてるらしくて、なんかそれがすごい美味しくこう食べれるみたいで、パスタはもうグルテンフリーでは無理なのかって諦めてたんだけど、ちょっと希望の光が見えたって感じで、どういうものか見に行きたいと思います。今からこれ別にPR とか何でもなくったらこう興味があっていくだけなんで、まあその会場で動画が撮れたらいいなと思ってます。道中、僕らがまとうものの、古江さんがですね、
働いている服屋さんが近くにあったので、ちょっと寄ってみようかななんて思いました。ここだね、クオンってところ。おお、びっくりした。あれ、二人もいる。スローさんか。あれちょっと通りかかって、そういえば来たことなかったなと思って。ここのお店のビジュアルを作ってるんですよね、二人で。そうです、クオンっていうブランドの映像とか写真とか。あ、そうそう、あー、届いたんすね。届いたんすね。何でしたっけ、いいよ、イーラ、イーラ、イーラしてます。同じのかな、多分。これもお二人にお勧めていただいて短い方買ったんですね。短い方、長い方しか買ってなくて。そう、ちょっとおしゃれアイテムを購入させてもらいました。ちょうどいい感じですね。ふえさんもしてる、同じやつ。これですね。これ、それがかっこいいと思って僕も買ったっていう。いいじゃないですか。パクらせていただきました。100万円のジャケット、デニムで移動の最終くらいの生地で。いつぐらい、え、昔の江戸後期。江戸、江戸の生地。この辺が一番古い。買う人いるんですか、100万ジャケット。あと、いることはいますね。いることはいる。でも骨董品的な。あ、そうです。もう着ないですよね。生地が骨董品扱いなんで、単純にこれ服じゃなくて、多分布だけで売ってもかなり高い。あ、でもしっかりしてる。これ加工じゃないですよね。加工じゃないです。イカシですよね、こういうの。こういうやつとかが時間経ってくると、だんだんこのもう、この縫ってるのになってきちゃって。恐れ入りました。あの、二人の新しい太郎のコートもなんかちょい出ししてますね。ちょいちょい、ちょい出しっていうか、あのまだサンプル上がってきてなくて、ちょい出ししかできないっていう。次の作品を今制作中ということで、はいはい、その様子がインスタでいろいろ上がってるんですけど、めっちゃロングコートですね。結構長いです。めちゃめちゃ長かった。楽しみにしてます。ちなみに次のマイベーシック TV は遠藤さんです。まだ編集できてないですけど、そっちの方もよろしくお願いします。はい、じゃあお邪魔しました。ありがとうございます。東郷神社って原宿にあるんですけれども、意外に今まで一回も来たことなかったので、ちょっとお参りしてから行こうと思います。本当にこう原宿の街中にある神社なんだけど、まあ、東京の面白いところってこういう一本入ったら全然違う景色が見れるっていうのはね、魅力でもありますね。まだまだ知らないところがたくさんあります。無料のパスタイベントやっております。 1,2,3,4,5,6,8 種類、ボロネーゼとペペロンチーノとクリームパスタ。いただきます。美味しい。